いよいよ16日間にわたって行われてまいりましたロサンゼルスオリンピック大会も本当の最後のフィナーレを迎えようとしています。私の後ろにありますこの聖火台の上の聖火、これもあと1日で消えようとしているわけです。そして日本時間の明日の朝9時からは日本最後の期待であります男子のマラソンレースが行われます。それではTBS のマラソンの解説でおなじみの高橋進さんにちょっとお話を聞いてみましょう。今の日本の3選手ですね、はい、まあ、瀬古選手は我々に近々来たわけですけれども、はい、高橋さんどういうふうに掴んでらっしゃいますか。これはですね、まあ、3選手が6位以内に入るっていうことはね、90% の確率を私は自信として持ってますね。3人ともですか。3人とも6位以内ですね。まあ、8位入賞っていうのはもうこれは完全に果たす。しかも8位入賞ではなくて従来の考えの6位入賞を3人ともうまくやってくれると思いますね。なるほど、はい、そのくらい調子としてはまずそうです、うん、総兄弟の場合も、金曜日に一昨日ね、はい、15キロ44分55秒で、ね、軽くは走ってますからね。そしてその3日前に5000メートルをトラックで、トライアルして14分13秒で軽く走ってますからね。まあ一番心配してたスピードの点でうまく仕上がったということで、はい、彼らもやっとね胸を撫で下ろしてましたね。そうですか、はい。先生はご覧になってですね、はい、やはり他の強敵と言いますと、はい、やはりみんながよく知ってるような名前になるんでしょうか。そうなんですね、うん、やはりキャステラとか、それからねキャステラ自身もね日本の3人の選手の他に、ゴメスをね警戒してましたね。メキシコ、メキシコの気候とねこのロスの気候は相通ずるもんがあるんですね。だからそういったところのいわゆる気温慣れっていう点でねゴメスが薄気があるしという表現なんですね。それから意外にサラザールの株がそんなに上がんない。サラザールはねこれはアメリカのランナーズっていう雑誌でもね、地元のサラザールに1票も投じてないんですよね優勝の候補者としてね。だからサラザールはまあうまくいって3番とか5番とかねそういう評価しかアメリカは与えてないですからね。なるほどね。それでまあ彼のコーチのデリンジャーもね、はい、どうも仕上がりがうまくいってないっていうことを言ってますが、また別の説ではね最近ぐっと調子を上げたというね、いろんな会情報が乱れ飛びますんでね、こういう場合にはまあ本当にもうあと間近に迫りました。そうですね、はい、日本選手の活躍をぜひ期待したいですね。何ともしてもね、どうしても金を一つにね、あとメダルを2つか3つ全部で